板倉博士、バイエルンを粉砕して世界的 CB になりかける WW。 オルシアミリアムは18日、ブンデスリーガ第26節でバイエルン年戦と対戦。板倉は先発フル出場すると、3-2の勝利に大きく貢献した。ドイツ、ビルト、ではチーム2対の2という高評価に。通常では、オルシアの守備の要。特にゲームの組み立てにおいて、95% という驚異的なパスレートを誇った、と評価された。バイエルンさんは板倉を取ろう。メンズラめっちゃ好き。板倉が加入したの嬉しすぎた。普通にビッグクラブで、スタメン張れるレベルになってて、臭い板倉って本当にやらかさないよな。シティでもやってける。実力あったでしょ。と、ミアスが落ちると、板倉が、覚醒するシステムなの臭い。ますぐビッグクラブ行ってもいい。板倉さん、大好きすぎて、困ってます。WWW 足元が、うますぎる。マジで過小評価。メンズラの不動。CB でここまでのプレイできてたら、ドイツ代表にも選ばれるレベル。もうすでに、日本代表の、DF の軸は板倉。冨安じゃないジョバンは、シュポモティングに苦戦していましたが、要所要所でボールダッシュが見られ、安定していました。メンズラ、本当にバイエルンに強いな。